カルヌントゥムで見つかった第15軍団の副将隊長、ティトゥス・キャリディウス、セブルスの破壊し馬と防具が描かれている。カルヌントゥムは、ローマ帝国の重要な軍駐屯地で、現在のオーストリアに位置した。もともとは、乗リ組ム族州にあったが、紀元1世紀以降は、パンノニア族州となった。ウィーンとブラチスラバを結ぶ、幹線道路の中間あたりに遺跡があり、今は、 カルヌントゥム考古学公園となっている。現在の行政区域で言えば、ニーダーエースターライヒ州のペトローネルカルヌントゥムとバーとドイチアルテンブルクという村にまたがって広がっている。カルヌントゥムは、ローマ軍の中屯地として始まった。その名称は、碑文上は、K で表されていることが多く、カル、または、カーンに由来している。歴史上その名前が初めて登場したのは、 アウグストゥスの治世下で、ティベリウスがマルボディウス討伐の遠征の基地として使用した。第15軍団アポリナリスの駐屯地となったことで、大規模なローマ化が行われた。数年後、ウィンドボナより下流のドナウ川沿いの要塞化の中心となった。トラヤノス及びハドリアノスの治世下では、カルヌントゥムが第14軍団ゲミナの高級的駐屯地となった。古くから、 北方からもたらされた琥珀を、イタリア方面に売る市場としても栄えた。いわゆる琥珀の道は、カルヌントムのあたりでドナウ川を渡っていた。ハドリアヌス帝がここに都市を築き、マルクス・アウレリウスはそこで、マルコマンニとの戦争中の3年間を過ごし、自勢録の一部もそこで書いた。セプティミウス・セウェルスは、パンノニア族収葬徳として、カルヌントムにいた193年。 軍団兵の推挙で皇帝を戦勝した。4世紀には、ゲルマン人の侵入でカルヌントゥムが破壊された。ウアレンティニアのスイス生が部分的に修復したものの、かつてほどの重要拠点ではなくなり、この辺りの中心地は、ウィンドボナに移った。中世になると、ハンガリー人がカルヌントゥムを完全に破壊した。カルヌントゥム考古学公園は3つの部分から構成されている。 ハイデントウアローマ都市市街地とルキウスの家市民都市の遺跡はペトローネルカルヌントゥム村の周辺に広がっている。見どころとしてはローマ都市市街地、宮殿の廃墟、アンフィテアトルム、ハイデントウアなどがある。ローマ都市市街地はかつての民間人居住地区の周辺部である。廃墟群は屋外博物館としてそのままの姿をさらしている。ルキウスの家と呼ばれる古代の住居を 古代の広報を使って復元中であり、2006年6月1日に一般公開された。市民都市の中心に面して、宮殿と呼ばれる廃墟がある。これは、公衆浴場とも言われている。都市の外側に大きなアンフィタートルムがあり、約1万5000人の観客を収容できた。出土した名板には、ローマ帝国全体で4番目に大きな円形競技場だったと記していた。 ハイデントーアは354年から361年に建設された外線門でコンスタンティウス2世の戦勝を記念したものである。カルヌントム博物館軍事都市で残っている遺跡はアンフィテアトルムだけである。軍事要塞のすぐ外にあった。現在は隣接する小さな博物館で検討史の歴史を紹介している。 カルヌントゥム博物館はバート・ドイチュアルテンベルク村のドナウ川の土手の上にある。カルヌントゥム発掘調査で出土した重要な遺物が展示されている。グイドフォンリストはカルヌントゥムの廃墟に感銘を受け、それに基づいて最初の小説を書いた。ハリー・タートル・ダブとジュディ・スタールのハウスホルド・ゴッツはマルクス・アウレリウス時代のカルヌントゥムを舞台にした小説である。ありがとうございます。